ナエさん、コウタくんから聞きましたよ。彼氏さんと別れたって本当ですか？え？実はついさっきまでコウタくんと一緒にいたんですけど、その時にお姉ちゃんが婚約破棄されたって言ってて、これって本当なんですか？まったくこうだったら相変わらず口が軽いんだから。ってことは本当なんですか？サナエさんの彼氏さんって確か7年も付き合っていた恋人ですよね。コウタくんからもご両親からももう結婚間近だって私は聞いていたんですけど。そうね、結婚してもおかしくない話よね。でも今回は別れることになったの。いろいろあってもうこれ以上は付き合えないってなったのよね。あー、そこら辺は無理に濁さなくて大丈夫です。別れた原因は全部コウタくんから聞いていましたね。え？あいつそんなことまでユキちゃんに話していたの？はい、サナエさんの彼氏さん浮気していたそうですね。それがきっかけで婚約破棄になったと聞いてます。ですよね、サナエさん？そう、それも聞いたのね。お恥ずかしい話だけどそういうことよ。なあ、でも悪いけど慰めとかはいらないからね。この結果は残念だけど別に未練も何もないの。だからゆきちゃんは気にしなくていいからね。え、もしかしてこの場合って私はさなえさんを慰めるべきなんですか？あれ違うの？てっきりそうだと思ってたんだけど。違いますよ。別に彼氏の姉が振られようが浮気されようが私にはどうでもいい話ですし、慰めてほしいなら他を当たってくださいね。え？私はただ週末の結婚式についてご連絡をしただけです。申し訳ないんですけど、今回の件を受けてサナエさんには欠席をしてほしいんですよね。それでもいいですか？は？ちょっと待ってよユキちゃん、私が欠席ってどういうこと？それに今回の件を受けてって私が婚約破棄されたのと関係あるの？関係終わりに決まっているじゃないですか。逆になんで結婚式そのまま参列できると思っているんですか？え？わかります？サナエさんは婚約破棄されたんですよ。そんな縁起の悪い人を結婚式に呼べるわけないじゃないですか。そんなこともわからないって、サナエさんって意外と常識ないんですね。え？いいですか？結婚式おめでたい場なんです。そこに縁起の悪い人がいたら全部が台無しですよ。だからサナエさんはお家でお留守番よろしくお願いします。ちょっと待ってよユキちゃん、こんなの納得できないわ。弟の結婚式に姉が出席できないなんて、婚約破棄は確かにおめでたい結婚とはかけ離れてはいるけど、でもだからって弟の結婚式を欠席するべきだなんて聞いたことがないわ。あ、勘違いしないでくださいね。結婚式だけじゃなくて今後の付き合いもですからね。え？申し訳ないですけど、結婚式後の付き合いも私はするつもりありませんから。縁起悪い人といたら私まで不幸になっちゃいそうですもん。何ですって？だって婚約破棄だけじゃなくて浮気までされたんですよね。それって女として終わってるじゃないですか。そんな人と一緒にいると私まで負のオーラに巻き込まれますって。は？私コウタくんと今週末に結婚するんです。そしてその日に婚姻届も出して正式に夫婦になるんです。幸せいっぱいの新婚さんになるんです。なのにそのすぐ近くにこんな不幸な人がいたら絶対に悪影響が出ると思いませんか？思わないわよ。婚約破棄も浮気も確かに悲しいことだけど、それで私が不幸だって決めつけるのやめてちょうだい。浮気するような男はこっちから願い下げよう。ここは将来の義理の妹として、そんな男と結婚しなくて済んでよかったですねって言ってほしいわね。なんですかその強がりっぷりは。浮気されるくらい低レベルのくせによくそんな強気な発言ができますね。は？ちょっとユキちゃん、あなた今のどういう意味かしら。婚約者の姉に対してどんな気持ちでそんな言葉が言えるのよ。ぶっちゃけて言いますけど、私はいつかこうなるんじゃないかって思ってたんですよね。きっとその愛さんは結婚もできずに彼氏さんに振られるんだろうなって。なんでそんな風に思ったのよ。だってその愛さんって30歳過ぎてるおばさんじゃないですか。は？なのに彼氏からプロポーズもされないってやばいですよ。だから私ずっと思ってたんですよね。きっとサナエさんの彼氏は早く別れるタイミングを狙ってるんだろうなーって。はぁ？そしたら案の定浮気して婚約破棄なんですもん。長年付き合っていた30歳の彼女を放流するなんて、彼氏さんも結構ひどいことしますよね。まあされる方もされる方ですけど。放流って、よくもそんなことが人に言えるわね。いやー、コウタくんから話を聞いたときは笑いをこらえるのが大変でしたよ。花嫁が姉の破局で爆笑なんてしちゃったらコウタくんに嫌われちゃいますからね。じゃあコウタの前では塩らしく同情したふりでもしてたってわけ？そうです。だからこうしてコウタくんとのデートを終えてから連絡してるんですよ。そういうこと。
ずいぶんしたたかな女なのね、ゆきちゃんって。あ、そうそう、結婚式の欠席のことに話は戻るんですけど、欠席については何か適当な理由を考えておいてくださいね。私が参列拒否したって言うと私の評判が落ちちゃうんで。今私の中ではゆきちゃんの評判は下がりに下がり続けているわよ。それはいいの？別にいいですよ。みそじの独身ババアにどう思われようと私には何の痛でもないんで。独身ババア？ちょっとゆきちゃん、あなた性格変わりすぎじゃない？あなたのことはもっと優しい子だと思ってたんだけど。何言ってるんですか？私はすごく優しい子ですよね。ただそれを人によって使い分けてるだけですけど。え？だって私に価値も得もない人に優しくしてても無駄ですし、私自分以下だと思った人には優しくしないって決めてるんです。それってつまり私はあなた以下、ゆきちゃんにとって無意味で得も価値もない人って言いたいのね。ですね。だってさなえさんって惨めすぎますもん。それじゃあ今週末はよろしくお願いしますね。婚約破棄された人が結婚式に出席だなんて縁起悪すぎて無理でーす。みそじ独身ババアは家でお留守番よろしくでーす。じゃあ結婚式は中止決定ね。え？じゃあそういうことで弟はみんなに私から話しておくからね。はぁ、あ、いきなり何言ってるんですか？今週末の結婚式が中止？そんなわけないじゃないですか。そんなことあるわよ。兄が兄なら妹も妹ね。こんな失礼で非常識な兄弟、私は見たことがないわ。はぁ、あ、非常識な兄弟ですって？そうよ。兄弟二人にこぞってバカにされるなんて思っても見なかったわ。浮気された上に婚約破棄されるような私は縁起が悪い？そんなことを言うなら一番縁起が悪いのはあなたのお兄さんの方でしょ。浮気した上に私を捨てたのはあんたのお兄さんよ。え、お兄ちゃんがさなえさんの彼氏？え、じゃあ私のお兄ちゃんが浮気してたってこと？ねえ、そうよ。しかも浮気だけじゃなくて浮気相手を妊娠までさせたんだから。あんたのお兄さんは本当に最低な男だったわ。7年も付き合ってはいたけど結婚の話は出ないし、うちの両親には会ってもなかなか彼の両親に会わせてくれないし、ずっと怪しいと思っていたのよ。そしたらまさか弟の婚約者の兄だったとはね。何それ、私そんなのお兄ちゃんから聞いたこともないんだけど。私も別れた時に初めて知ったわ。浮気と相手の妊娠暴露で呆然としていた時にこのことも一緒に打ち明けられたの。別れたい理由はもう一つある。実は妹がお前の弟と結婚するから別れたいんだってね。え、実はずいぶん前から妹と私の弟が付き合っているのは知っていて、兄弟同士で付き合っているのが気持ち悪く思えてきたんですって。だから浮気に走ってしまったって言われたわ。そんな理由で浮気？しかも相手を妊娠させるなんて。気持ち悪いのはどっちよって話よね。うちの両親は彼に何度も会っていたし、婚約破棄の理由をすべて聞いて憤慨していたわ。今週末の結婚式にも行きたくないっていうほどにね。え？でもそこ弟カップルは無関係だからって私が慰めたの。きっと花嫁の親族席に何食わぬ顔でいるだろうけど、主役の弟たちが悲しむようなことはしないでって。でもまさかここに来てあなたにまでバカにされるとは。さすがにもう両親を慰める気力も消え失せたわ。消え失せた？ちょっと待ってください。最初はちゃんと慰めてくれたんですよね。コウタ君のご両親結婚式ちゃんと来てくれますよね？それはうちの両親の判断に任せます。私今まであなたに言われたこと全部両親の LINE に転送するつもりだから。ちょっと待ってくださいよ。そんなのって卑怯じゃないですか。どこが卑怯なの？私はただ両親にありのままを伝えるだけなのに、これから下人の娘になる子がどういう子なのか私の両親は知っておく必要があると思うけど。だからってそんな全部転送しちゃうっていうのはいくらなんでも。きっと両親のことだから今度こそ堪忍袋の尾が切れるかもね。そうなってもあとは自力で頑張ってね。頭を下げて説得すればなんとかなるかもよ。なんとかなるわけないじゃないですか、こんなの。お願いします、ご両親だけは LINE を転送するのやめてください。もしこれで結婚式が中止にでもなったらどうしてくれるんですか？当日キャンセルよりはマシじゃない？今中止にした方が招待客に訂正の連絡をする時間もあるし。そういうことを言ってるんじゃないんですよ。お願いします、なんだったら佐々木さんの子でも結婚式に招待し
しますから。だからお願いします、ここは穏便に行きましょう。あんたたちの結婚式なんかに出たら私、憎たらしい元彼にも会うことになるんですけど。私のバカお兄ちゃん、じゃあもういっそ出席するしないかは全部サナエさんがご自身で決めてください。もし出席してくれるならお姉ちゃんを絶対に欠席させますから。あら、そんなVIP待遇をしてくれるの？ゆきちゃんにとって私は無価値で惨めな女なのに。そんなことはありません。さっきのは全部冗談ですから。サナエさんの席は絶対にご用意させていただきます。だから今までのことはご両親全部秘密にしてください。じゃあ新郎の弟はいいのよね？え？っていうかもう弟には転送しちゃってるんだよね、ゆきちゃんとの今までの LINE 全部。どういうことですか？いや、実は両親転送しようかと思ったらうっかり弟のコウタに転送されていたみたいでさ、今両親から連絡が来たんだけど、その弟から両親にさらに転送されたみたいで、もう我が家全体に続きみたい。嘘でしょ、今までの LINE が全部流出したってわけ？相変わらず口が軽い弟よね。私何の許可も取らずにすぐ両親にも送るんだもの、ほんと困ったものだわ。そんな、そしたらコウタ君のご両親はきっと怒ってるに違いないわ。今週末の結婚式も欠席するってまた言い出すんだわ。どうしよう、新郎両親のいない結婚式だなんて。え、そこで心配するのは両親なんだ。よく新郎だけは出席してくれるだなんて思えるわね。え、口が軽ければ行動も軽い弟が突っ走ってるみたいよ。今私の両親を連れてあなたのご実家に殴り込み中だってさ。殴り込みですって？お宅はどういう教育をしてるんだ。浮気をするような兄なんて縁起が悪い。そんな兄がいるくせに姉をバカにした妹もありえないって結婚中止を訴えてるみたいね。そんなあんたも今すぐ来なさいって親から連絡が来てるけど、ゆきちゃんの方は来てない？来てないです。まあ、そっか、そっちはブチギレ弟と両親の相手をしてるんだものね。ゆきちゃんにヘルプの連絡をやる暇もないか。どうしよう、まさかこんなことになるなんて。とりあえず当事者として私たちもゆきちゃんの実家に向かいましょうか。私たちも向かうんですか？当事者がいないと話がまとまらないじゃない。ご実家にはあなたのお兄さんもいるようだし、みんなでしっかり話し合いましょう。それじゃまた後でね。その後両家を交えた話し合いの結果、弟とゆきちゃんの結婚式は一旦白紙になりました。それでもゆきちゃんは必死に結婚したいと弟にお願いし続けているそうですが、弟のコウタや両親は、大事な娘に失礼なことをする人と家族になるつもりはないと一点張りなので、きっともう無理でしょうね。ちなみに元凶でもある元彼はご両親から感動されて家を追い出されたそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。